皆さんこんにちは、ギリギリイクメンことギリメンヨッピーです。今日はですね、日産アリアで立ち食いテラスへやってまいりました。はい、ということでね、こちら兵庫県丹波篠山市のキャンプ場をやってまいりました。注目の日産アリアでグランピング施設にやってまいりましたね。こちらの道のりなんですが、まあ見てもらったら分かる通り片側一車線ございますので、大型車でも全然来ることはできますね。電波も良好でございます。はい、ということで日産アリアでやってきましたけれども、マリビの感想を聞こうか。感想めっちゃいいよ。めっちゃいい、うん、シートがまず違う。シートね、うん、乗り心地いい。前見えるやん、パネル。あれがなんかもうスマホみたいに、液晶っていうの、あれ液晶、うん、で、あの普通の車にあるような、なんていうの、あのボタンとかがもうなんか液晶、未来感のあるボタンというか、今までの車じゃない、なんか全然違う、うん、高級感ある感じやんな。めっちゃ乗ってた感じはどうやった？乗ってた感じめっちゃ静か。新幹線リニアモーターカー、新幹線リニアモーターカー、電気自動車乗ったん初めてやからさ、イメージしてたのと違った。私の母普通の軽 乗ってて、ちっちゃいやつ、このあれ出るねんな、軽の電気自動車ってこと？ K の電気自動車。あー、桜出ますよ。お母さんに乗ってほしい、うん、乗ってほしいな。まあでもそれはあるかも、安全性能とかがやっぱ今の車って全然違うし、超信頼できる。 K ってやっぱ重たそうやもんな。立体駐車場とか上がるやさか、うんうん、全然進まんねん。そうね、言うてお母さん連れて、ほんだらやっちゃい日産しといる。じゃあ一緒に行こう。あ、車ごと詳しくないから。はい、じゃあちょっとね、ラゲッジルームの中紹介しときますね。で、今回僕らはですね、食料とか飲み物は持ってきたんですけれども、キャンプの道具どれぐらい乗るかなっていうので乗せてみたんですよ。ペグであったり、タープであったり、タープポールで、さらにテントも乗ってます。これ今日の着替えであったり、ぼっちゃんの遊び道具であったり、キャンプに必要なものね、ある程度乗せてきました。あと乗せるってなったら、チェアーと、まあ、寝具関係ですか。まあこのサイズの車だとエアベッドがいいと思うんですが、全然乗る感じですね。で、後ろは3人乗れますから、4人ファミリーとかでも全然キャンプ行けそうな感じですね。まあ上にルーフとかつけたら、まあさらにね、キャンプ道具選びたい放題になるかもしれないね。はい、ということでね、今回は日産アリアで近未来の車でやってきたわけですけれども、多分ね、僕ね、ほとんど運転してないです。もう自動運転とかがあって、そちらの様子もね、しっかり撮っておりますので、挟んでいきたいなと思います。それでは飛んでいきましょう。はい、じゃあですね、日産アリア電気自動車走っていきたいなと思います。やんわりといきますよ。おー、静かだ、やっぱり。僕自身もエンジンのない車に乗るのが初めてですね。さあ、ここですよ。合流の立ち上がり。おーいしょー。ジェットコースター。すごいな、これは。エンジンじゃ多分体感できひん加速やな、これ。うん、今の多分キャラバンやったらめっちゃうるさいやな。キャラバンやったらもう、うわーうなっていくような感じね。いや、だからね、全く別物ですね、やっぱりね。自動車っていう域じゃないんすよ、もう。僕もね、いろんな乗用車乗ってきましたけど、でっかくやな、もう物が違うわ、これ。日産の人に聞いてびっくりしたのは、ガソリンスタンドより多いんすよね、充電スポットが。充電とか減ってる時なんかは、もう10分ぐらいで 30%、40% ぐらいぐんと急速充電してくれるみたいなんで、10分とかやったら、それこそイオンとかに充電スタンドって大体置いてたりするんですけど、買い物がてらに充電したら、逆にガソリンスタンドに立ち寄るタイムロスをなくせる。マンションの人でも行けんちゃうかなって思ってきたから。今回ですね、こちらお借りしてるアリアなんですけれども、手放し運転ができるんですよね。やってみますか。はい、今ね、緑になりました。この緑の状態だともうアクセル離して OK です。で、いきなりね、今青になったんですけど、手離して OK ですよっていうことなんですけど、離したよ、話したよ。どう？カーブ来るよ、カーブが。行ってる行ってる行ってる。曲がってる曲がってる。もう全く何もしてません。その手で何する？この手何しようか。何したらいいんやろ、逆に。キャンプの帰りとか多分めっちゃ楽やわ。そやな。うん。電話しももうフリー。そやな。すごい時代が来たな、これ。ほんま。怖さないっすね、意外に。すごいな、ずっと自動運転やん。で、何してんの、その間。すごく礼儀正しく座ってる。面接家のように座ってる。は
い、それではね、下道の方に入りましたので、E ペダルですね。これをちょっとオンにしてみたいなと思います。この E ペダルが何かっていうとですね、簡単に言うと、アクセルを離すと、ちょっと強めのエンジンブレーキがかかる感じです。アクセルとブレーキをね、移動させる回数が減るっていうことなんですよね。ここでアクセルを離すと、おー、結構効くな、これ。なるほど。ほんまになんかブレーキを踏んでる感じですね。これなんかキャンプとか行く時の山道とかやったらめっちゃ楽やと思いますけどね。いやーなんかこうやっていろんな乗り味試せたら面白いなー。もちろんオンオフもできますね。ボタン一つでございます。はい、サイトの方到着いたしました。本日のサイトですね、オニオンサイトということになりました。見てもらったら分かる通りですね、オニオン型のグランピングテントでございます。そしてさらに前にはですね、タープとバーベキュースペースですね、こういった設備もしっかり屋根付きで用意されておりますね。で、外には冷蔵ストッカー、テーブルチェアと、あ、コールマンのキッチンテーブルもありますね、うちが持ってたやつで。さらにバーベキューグリルでございますね。ほんまにこれ手ぶらで OK ですね。それでは早速ね、中入ってみましょうか。まずこちら玄関がね、ちゃんとあるんですよ。これで雨でも安心ですね。はい、いかがでございましょうか。ソファー、そして後ろにはね、ベッドがしっかり並んでおりまして、直径としてはどんなもんでしょう。600とかそれぐらいあるのかなと思います。さらに冷蔵庫、電子レンジですね、もちろん照明関係もしっかり揃っておりまして、完全にホテルのような雰囲気でございますね。まあでもテントの中の感じはね、若干あるものの、いや全然快適でございますね。そしてね、こちらにしっかりとエアコンも完備しております。あー、涼しいわ、ここいいですね。ちょっとマリビね、呼んできたいなと思います。はい、いかがでございましょうか、ぼっちゃん。よいしょー。いやー、これテントの中やで。ケーク。思ったよりいい。初めてやもんな、グランピング。本物のソファやもんな、これな。うん。ぼっちゃん、どこで寝るの、ほんだら。ここ。あ、そこええな。そこええわ。バイバーイ。はい、それではね、キャンプ場の紹介やっていきたいなと思います。キャンプ場の前に道路ありますけど、交通量ほとんどなさそうですね。入り口に管理棟ありまして、自販機も設置されております。そしてこちらのグランピングエリアは車の横付けが不可なので、荷運びが必要となります。駐車スペースはですね、管理棟横にありまして、うちのサイトからは100メートルぐらいありますが、ほぼ手ぶらで来れるので全く問題ないですね。もちろん荷運び用のキャリーレンタルもございます。で、グランピング施設は3つございまして、ドームテントのマロン、縦長ドームホームの上り釜、玉ねぎテントのオニオンとなっております。それでは場内入ってすぐトイレですね、見てみましょう。小便器が2つ、綺麗なウォシュレット付きの洋式トイレありますね。数も十分じゃないかなと思います。清掃も行き届いてて使いやすいですね。で、隣シャワールームですね。すごい、めちゃくちゃ綺麗。シェルターみたいな感じになってますね。おー、すごいな。サイズは大きくないですけど、脱衣所もしっかりあるんで、お子さんとも全然入れるかなと思いますね。そしてドライヤー完備、これは嬉しいですね。あ、そして洗面室がシャワー室の横にありますね。いいですね、綺麗で使いやすそう。化粧落とす時なんかね、お湯も出るみたいなんで良さそうですね。で、その横、炊事場ですね。炊事場は、まあ、3口っていうことなんですが、エリアが3つしかないので十分ですかね。こっちもしっかりお湯出そうですね。ありがたい。はい、そして場内入るとね、まず見えてくるのがマロンでございます。こちら、大型のドームテントですね。オープン。ホテルやな、これは。すっごい。グランピングってこんな感じなんや。テント泊のキャンプとはもう全然違いますね。まあ、だからうちのオニオンの方とかやと、まだね、テント感残ってますけど、このドーム型テントに関してはもう完全部屋の中ですね。またキャンプ虫多いやんって言ってるような奥さんとかね、連れてきたらめちゃくちゃ喜ぶんじゃないかなと思いますね。ここでろうそくに火をつけてお酒なんか飲んだら素敵じゃないですか。そしてこちらのドーム型
型テントの前もですねきっちりタープを張られて団らんスペース食事スペース設けられておりますね。そして隣にあるのが登り窯なんですがその前にもねちょっとしたスペースございます。こちらねテント泊ができるキャンプサイトグランピングエリアの方になりますね。まあ、スペースとしてはコンパクトなのでソロとかデュオ向きのサイズ感ですかね。ただグランピングの真ん前ですからねこれはキャンプ慣れしてない人とかと来るといいかもしれないですね。それでは隣登り窯ですねこちら見ていきましょう。もちろんウッドデッキにねバーベキュースペースございますので安心ですね。広いなここもまた特別ドームテントみたいですねこれ一応なんかすごい建物チックに見えるんですけれども確かに上を見てもらうとテントっぽさは残っております。こちらのソファーがベッドになってるんですね。まあソファーベッドっていうやつですかね。オニオンテントと比べた時に雨音とかも全くしないですね。こちらですねカラオケがついてるんですよ。他のお客様がいない時に限ってはこちらのカラオケ楽しむことができるみたいですね。でさらにこのドームテントにはねしっかりしたエアコンついておりますね。コンパクトなキャンプ場になりますけど雰囲気は結構好きですね。芝生も綺麗で過ごしやすそうです。そしてこちらのエリアから階段を降りると遊具がございますね。結構子供が喜びそうな遊具並んでおりますね。こちらのエリアはライスフィールドエリアですね。オートサイトとして使うことができるんですが雨の度合いによっては乗り入れ不可になることもあるみたいですね。まあ、地面の関係かなと思います。水場まで少し距離があるので流し台だけでもあるのはありがたいですね。区画線等はないのでフリーサイトのような感じで使えるイメージですかね。すぐ目の前に遊具があってブランコ、ボルダリング、そしてトランポリンですね。もう子供は喜びそうですね。そして景観ですね若干曇ってはおりますが山々が見えてて気持ちいいですね。この季節になってくるとねちょっと曇ってるぐらいがねちょうど良かったりしますよね。反対のエリアにも開けた場所あるんですがこちらもキャンプサイトとして開拓中ということなので随時増えていくんじゃないかなと思います。ただまあサイトにはねこの斜面を降りてくるので運転は慎重にっていうことですね。すごくコンパクトなキャンプ場でシャワーとかも綺麗かったんですけども温泉までの送迎があるみたいなんですよ。時間の方は決まってるみたいなんですがなかなかないサービスですね。もともと田んぼっていうこともあって、まあ、ちょっとね水はけがあれみたいなんで水はけの状態見ていきましょうか。結構ね夜中は雨が降ってたんですけどどうでしょうか。そんなに水はけ悪い感じしないけどな。地盤がまあもともと田んぼってことは緩いっていうことなんでね車を入れれないのはスタック対策かなと思います。水たまりができてても全然いいはずなんですけど水たまりっぽいのはできてないですね。全然ありやと思いますね。景観もなかなかいいんじゃないでしょうか。全然悪い感じじゃないですね。まあ、ただしトイレまでの距離ですねこう階段を登ってこちらの建物まで行く必要があるので距離はありそうですね。うおすごい。はい、今日もねキャンプが終わろうとしております。まあ、今回はグランピングということであいにくのお天気ですがお天気による不便さは全く感じませんね。まあたまにはねこういった快適空間でキャンプ気分を味わうのもねいいかなって思いましたね。また明日総評ねやっていきますのでよろしくお願いします。ではおはようございますで会いましょう。はい、おはようございます。朝になりましたね。見ての通り夜からですねずっと雨が降り続いておりましてどうやら帰るまでには止まなさそうな雰囲気でございますね。雨の日ですね玉ねぎテントどうかなと思ったんですが全然大丈夫でしたね。快適でございました。なのでね天候が崩れたとしてもねキャンセルとかしなくても存分に楽しめるんじゃないかなと思います。まあグランピングもなかなかいいじゃないですかっていうところでございますね。それでは総評やっていきましょう。座ってる。かわいいな。いや逃げろ逃げられた。
はい、それではね、立ち食いテラス総評やっていきたいなと思います。まずこちらのキャンプ場ですね、通年営業のキャンプ場でございます。チェックインが2時、チェックアウトが10時ということで、コテージとかグランピング施設っていうのはどうしてもね、滞在時間が短くなるんですが、キャンプサイトに至っては正式オープンしてないんですよ。なのでこの辺の時間とか定員っていうのはキャンプサイト独自で設けられる可能性がございますので、今後のね、情報の更新を待ちたいなと思います。で、選択できるグランピング施設としては3つございます。最近流行りの円形型のドームグランピングテントですね。グランピングといえばこういった形はね、想像される方は多いんじゃないかなと思いますね。そして横の上り釜ですね、こちらはとにかく広いです。大人数なので泊まられる場合はおすすめかなっていったところでございますね。で、うちが泊まったオニオンですね、床面積で考えると、まあ一番ちっちゃいサイズにはなるんですが、テント泊っぽさをね、味わえるのもメリットじゃないかなと思います。こちらのグランピング施設ですね、ペットは宿泊不可となっております。で、ゴミなんですが、5名様ごとに300円頂戴していますっていうことでございましたね。で、お風呂なんですが、綺麗なシャワーが無料で使うことができます。温泉がですね、車で10分ほどなんですが、これ送迎がついておりますので、これはね、嬉しい方多いんじゃないかなと思いますね。で、温泉もですね、めちゃくちゃ広いです。ぜひね、利用をおすすめしたいなと思います。周辺環境ですね、コンビニスーパーが車で8分ぐらいのところにそれぞれございますので、立地には恵まれたキャンプ場となります。ただですね、少し道路の走行音、テントの中に聞こえておりました。まあ、夜中はですね、交通量がかなり減るんですけれども、道路の交通音がしたかなっていったところでございます。で、売店情報ですね、管理棟の方に簡単なものは販売されておりますし、薪販売もされております。そして何よりね、レンタル品が充実しておりますので、あれ忘れた、これ忘れたっていうことに関してはね、もうしっかり対応できるんじゃないかなと思いましたね。で、遊具ですね、グランピングエリアからすぐ降りて遊具がありますので、存分に楽しむこともできますし、川はですね、キャンプ場を出て50メートルほど下ると川ございます。軽い水遊び程度ならできそうな感じでございましたね。で、まあグランピングってなるとですね、やっぱりキャンプをしている人からすると、まあ、ぐっと料金が上がってしまうので、いや、どうなのかなって思う人いてるかもしれないですけれども、僕の総評としましては、もう本当にほぼ手ぶらで来ることができますので、もちろんキャンプをしたことがない人にもおすすめですし、ちっちゃいお子さん連れてる方ですね、今からの季節、夏の熱中症が心配とか、まあそういった方はですね、真夏の炎天下であってもね、アウトドアに出かけるっていうハードルはね、ぐっと下がっていいんじゃないかなと思いましたね。今後ですね、キャンプサイトも拡大予定ということなので、まだまだこれからが楽しみなキャンプ場でございました。はい、それではね、大阪の方帰ってまいりました。まあ、満充電あった状態から今 19% まで減りました。ちなみに満充電で行くと470キロっていうことなんで、僕が行ってるキャンプ場とかだと余裕で往復できるぐらいの感じでございますね。どうでしたか、アリアは、マリア的には。マリア的にはアリアはアリアなっていうことで、まあ今 19% ということで結構乗ったよな。うん、めちゃくちゃ乗った、うん、でもね、全然運転してる感覚がないよね。進化してますよ、やっぱ電気自動車。キャンプで使えないかなって考えた時に、エアコンをつけてると室外機の音がするんですね。でもエアコンをオフにすると無音です。車でいうアイドリング状態にしておくと電源が取れるわけですよ。ということはポータブル冷蔵庫とか使えるんですよね。キャラバンが電気自動車になるのは最後の方かな。それじゃあ、日産アリアからお送りしました。バイバイ。